御堂筋線プラットフォーム、堺筋線プラットフォーム動物園前駅は、大阪府大阪市西成区大市一丁目にある、大阪市高速電気軌道の駅である。御堂筋線と堺筋線の2路線が乗り入れる。駅番号は、御堂筋線が M22, 坂井筋線が K19。駅名は、大阪市天王寺動物園の最寄り駅であることに、由来しており、 未同筋線ホームの壁面には多くの動物のイラストが描かれている。ただし動物園へ来園する客の大半は大阪有数のターミナル駅の一つである隣駅、天王寺駅の北西にある入り口より入園することが一般的であり、当駅はもっぱら未同筋線と境筋線との乗り換え駅として存在している。新世界の最寄り駅でもあり、駅名標にもと併記されているが、 副駅名としての扱いではないため、案内放送などでは、この故障は使用されていない。西成区に所在するが、駅出口の一部は、何枠にもある。隣接する各記の路線と乗り換えが可能である。なお、南海本線、高野線への乗り換えには、アイリン地区を250メートルほど歩くため、降雨の心配のない南馬駅や天下茶屋駅を利用する、例が多い。 近年の放送では、南海電車への乗り換え案内は行っていない。また、堺筋線からの乗り換え案内でも半海線への乗り換えは行っていない。半海線は、北隣の恵比寿町が市弁。開業前の予定駅名は、南霞町停車場であった。その後一旦は、天王寺公園停車場へと解消することとなるが、 駅竣工直前の昭和13年3月22日認可で、現在の動物園前停車場に3度解消されることとなった。御堂筋線は相対式ホーム2面2線、坂井筋線は島式ホーム1面2線をそれぞれ有する地下駅。改札口は合計4カ所あり、御堂筋線ホームの中央付近と東端、および坂井筋線ホームの両端付近にそれぞれ位置する。 堺筋、線ホーム恵比寿町寄りに、御堂筋線中、モズ方面ホーム、堺筋線ホーム中間あたりに、御堂筋線千里中央方面ホームへの連絡通路があり、それぞれホームの大国町寄りに通じている。堺筋、線ホームの北側には、補線用側線が一本あり、天下座屋方面ホームから指認することができる。当駅は、坂筋、 本庁管区駅に所属しており、堺井筋本庁副管区駅長が管理している。2020年11月10日の乗降人員は2万1086人である。両線とも乗り換え駅としては乗降人員が少ない。特に、御堂筋線の増発区間では最下位であるが、近年は大幅に増加している。午後出口。階段とエスカレーターはフェスティバルゲート時代のままであるが、 フェスティバルゲートが解体された際、案内板のフェスティバルゲートの表示がテープで塞がれている。大阪市ティバス地下鉄動物園前停留所。ありがとうございます。